へい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 ,へいビットコインバイナンスの影響で取引所からの流出はビットコインラリーを作っている来年の連邦準備制度 FRB 理事会の、えー、利下げによる期待がビットコインを支えている他にもアルトコイン4通貨トークンロック解除から起こる最高の買い場、えー、4つほど紹介していきたいと思います、はい、よろしくお願いします はい、それではビットコインから見ていきましょう。ビットコイン強いなぁ。えー、4万ドルぐらいかな。そうだね、3万9450ドルということで、このレベルというのは、ね、私が皆さんに言ってた、この紫のレベルまでつけますよと言ってた話、結果的にはつけましたという話になります。はい、ちょっといつものチャット見ていきましょう。はい、それではビットコイン、えー、4時間で見ていきましょう。もう、冷やしとか見ても、 あの長期での握っている現物ホルダーの場合はさあの何も心配がないっていう、うん、話でずっと話してるので短期的な話をしていくっていう動画になりますねなので,、うん安,値でえー、安値で買ってく安値で買っていくみたいな、うん、そういうゲームになってます今ははい。 はいといととうことでビットコインは、えー、4万、えー、紫のレベルまでつ、ねうん、けているので、えー、ここから戻り目作ってまた上がるっていうような、うん、ゲームになってます。はいということでじゃあどこまで下げるのかっていうのはもう、えー、オレンジオレンジの間を、あのー、見ていってくれっていう話しているので今度は今は、えー、紫と今度オレンジになりました。 はいなので紫オレンジか紫赤ですね、この、うん、ちょっとここ、うん、入ってるんだけど、やっぱこれが少しねこう当たってるよね、うん、当たってる、だから、やっぱこれあるんだなって思います、ここのねラインっていうのは。うん、だけど、まあ、まあってもなくても別にどっちでもあの見れるんですけどね、ね紫とじゃあオレンジで見とけばいいんじゃないって、その通りなんですけど、はあ、一応まあこのままでいきましょう。 あの紫と赤、うん、それと紫とオレンジ、うん、の間で値、えー、動きして上に抜けるみたいな、うん、そういう目線かな。うん、はいということで、えー、これはまあ4万7000までいくよって言ってきた話、えー、の、ただの、えー、通過点になります、ここはね。はいということで、えー、じゃあ、アルトコインも安泰ですよね、現物はって。その通りです。ははい、えー、現物アルトコインは あの別に大丈夫だと思います。はい。なので、私の動画は、じゃあもうここで終わりにして、きっか,けかなんでも大丈夫だよねって、うん、その通りです。はい。ということで、えー、続き聞いていってください。<laughs> はい、それでは、イーサリアム見ていきますけど、えー、分析、イーサリアムと、うん、エイダ、あと、アバランチェ、XRP、えー、同時コイン、XLM 見ていこう。はい。ということで、イーサリアムですけど、 あこの高値だよね、ここ、ここの高値を今抜けてるので、ね、この点々から点々の水平線とこの紫、青かの,あの間で値動きしてて上抜けみたいな話、うん、あのしてきてますけど、まあ、それかね、オレンジからまあ下のここまで見とけばいい大丈夫だよねっていうような話してきてるんですけど。 青からね。オレンジの間で、うん、あの横に動いて上に抜けるみたいな形になってきましたね。はい、なのでえー、まあ何も問題ないですね。オレンジから今はまあうん。変わらないね。オレンジから青い線の間で見ていけば大丈夫ですね。うん、ってことです。うん、ただ、この高値は抜けてるので、もうすぐあのあれじゃないのまあ、もう一回落とされたとしても別に上抜けるなみたいな感じかな。 うん、はいただあの形的になんかこう上がってきたね、うん、この曲線がさ、うん、今できてきているからまあ上なんじゃないかなって思いますけどねはい続いて XLM はいステラメ面はおし形になってきたな、うん、いいじゃないかこれではいなのでいいじゃないかって何がいいのかってあのここほら ねあの曲線になってきたじゃんここごいってはいということでこの高値、ね、この高値、ね、今ここの高値、ね、でちょっとねあの止まってるよねみたいな、うん、話あのここで、えー、この時もこの時もしましたけど、ねうん、で結局緑のラインをつけてまあ今ねこう上がってきてるわけでいいじゃないですかってことですねそれが <laughs> はいなので問題がないっていうか、うん、いいねって感じです本当に。 うん、だからあの、オレンジから、まああれだね、あの緑の線 <laughs> の間で値、ね、動きするよって、うん、いうことで、えー、ここを越えると一気にスパーンっていくんじゃないの、ここまでって、うん、思いますけどもうすぐですよ、もうすぐ。はい、ということで XLM はなんかこれはね、もうなんていうての,あの期待しか期待っていうかでかいリターン得れると思うよ、俺は本当にこれは。うん、もうすぐ もううすぐっていうかあのだから今回のバブルの,あの後半になればさ今回のバブルっていうのはだから半減期が終わってないからまだ来てもないからだからその半減期の,あの後半になってくるともうみんなうハうハになると思うよ俺本当に、うんにだってさ価格がさこれ安いから本当にあの過小評価されてるのずっとほ、うんとって俺は思うんだけどうん。 はいえー、4時間見てきますけど4時間見てもねこの高、うんこの高値とこの緑のライン横に動いてるということだね。はい、ということでまあ、問題はないですよね。ピンクのラインを横に出てきて、ね、横に出てきてから今度はあの横に動いて、うん、で次は上に行くとてことですね。だからもう一回ね下に下げてきたとしても、ね、また上に行くみたいな感じで。 あの何も問題ないです。はいということで、XLM、これはね、もう過小評価されてるから、あ本当おいしいと思うんだけどね、俺は。うん、いいと思うな、投資あの対象としてはねあの、クリプトの中で見ればですよ、ねはい、えー、過小評価されてるってことは、それがいつか、ね、基準値に戻るってことですよ。ね、まあその基準値っていのはいくつかわかんないんだけどさ。<laughs> ね はいなので美味しいってことです、うん、メリットがある、うん、優,位優位性があるってことです皆さんこの XLM 投資してる人ははい続いてアーバランチーになりますけどこれ4時間で見てますけど、えー、前回話したのはそうこのねオレンジのライン、うん、だよねみたいな話だね、うん、もう一個の見方作ろうかって言ってそう思い出したねここ、うん、が上でここが下だよってだから あのー、まあ緑じゃなくてここがだよね一番上はね、うん、でこのはここから緑の間で寝、ね、動きするのかそれともここからあのー、どこだオレンジ、うん、で見とけばいいんじゃないのって話してオレンジに当たればまあその姉がブーンって上に行くよみたいな話したんですよね。はいということで、えー、まあ、オレンジまではいかなんで今ね、あのー、この緑のラインを上抜けて。うん 来ているので、まあ子供はあのまあ横に動くのかね、それとも上にあの行ってもう一回あのこの高値をねつけるのか、うん、でつけて戻ってあのまた緑の間であの話動い横に動いてからまた上に行くのかみたいなことであのまあ別に何も問題ないということで、うん、はいということです。はい XRP になりますけど、XRP もまあ問題ないということですね。はいあのー。 値動き的には、はい、このピンクを、えー、上に受けた時にね「よし上抜いたぞみんな」っていう話して紫から紫、うん、上限なのか下限なのかこの間でま値、あ、動きしてって、えー、どこかでねあのー、まあボトム最終的なねあのー、ラインどっか、あのー、規定させてから上抜けるみたいな、うん、ことで話はしてきてるんですけど長期分析だとこの緑ですよねア緑じゃないピンク。 みたいな値、ね、動きになるんじゃないのっていうのは、はいうん、もうこういう高値をつける前から話したことでどうでしょうなりそうでしょうかまあここは当てにしたんでもらって、えー、目先の値、ねね、動きではこの白いね感じで動いてくるんじゃないのみたいな話してきてるんだけどなんかそんなような形になってきてるんだけどまあ紫と紫、うん、の間横に動いてるだけって見ればその通りなんですけど。 ねはいということで XRP はこれはもうその本当にすごいことになると思うな俺は、うん、あの長期目線でさこう突き足とか見てもね、うん月足を見てさえー、これが、うん、はい月足はまあ、ちょっとわかりにくいねこれごちゃごちゃしてねはいね この白い線、うん、をつけに行ったら,ら紫の上限抜けた後と今度白と紫の上限の間で値動きするんだね。ってことで、うん、そこまで抜けると、まあ、今度は、まあ、ここか、うん、0.816みたいなあた、うん、りか、まあ、その上の、うん、このヒゲのあたりでここまで行っちゃうよね、うん、だと思うけど、ね、白つけて押し作ってまた上みたいな、うん、感じで。 じゃないいでしょうかはい、これは、うん、まあ、こうなると思うす。本当これ。うんね、まあ、こっちか、こっちか、どっちか <laughs> 黄色か、ピンクか。はいということで、はい、もう来年だね、うん、発射するね、来年になればね、もう発射今始まってるみたいな感じで見れ,見れるっちゃ見れるからさ。ね、はいまあ 買ううななら今のうちだだぞみたいな感じだよね、うん、こういうところのまに抜い,抜いて,きてくるとさ、ね、もう一気に飛んでっちゃうからさ、ね、今ゆっくり動いてるうちが買い場だぞみたいな感じだよ。はい。って思います。はい。はい。ニュースいきましょう。えー、アルトコインのラリーは巨大な6億5000万ドル相当のトークンが暗号で、暗号市場でロック解除されるこについて、例が書かれると, <laughs> ということで、まあ、どういう意味かというと、 ICO とかあの昔2019とかなあ20年とかあの流行ってたんですよあの。その時期っていうのは企業が暗号資産なんかねあのまあ,あこういうことやるからあのなんとかっていう暗号通貨買いませんかみたいな、うん、あのや,るやるんです、ね、資金調達を、うん、でそそのの資金調達した後にその通貨を。 通貨があの価格下落をね抑えるためにあのロックをするという期間が設けられてその,あのロックされてる期間っていうのはあのその事業っていうかに、ね、投資した投資家はその、えー、手放せないわけですその通貨を、うん。だからその期間が終わったので、えー、その通貨が売られることによって。 あるところに全体の,、うん、あの上昇相場を、まあ、一服させてやる、うん、あの下,げを、ね、下落を作ってきたりとか、まあ、そういうことが考えられるよということで、はいえー、私も経験してきています、これ昔ね。いいことなかったですね。うんあの ICO いうのは企業はねあの資金調達するある意味その通貨その事業が成長する過程で取るね行動なんですけどまあ未熟だからさそいつの頭の中で本当のことは何考えてるかわかんないわけですねだからまあ本当とバクチみたいなもんですよね運よけ当たるしってことですはいということで AGO トークン DYDOPA スイってかかなわかんないけど、ね、これが、えー、ロク解除で急激に下落って書いてありますけどまあちょっとートは見てないので分かりませんけど、うんまあ、ロック解除されるとね、まあ、大体はねあの売られるっていう傾向を見てきました今まではね今回はどうか分かりませんけどはい、えー、dy dy dx op 水 e、えー、あと他にも、うんえー、op 水 a x l imx1 インチあとヘデラも近日中に大規模なロック解除が予定されていますということで今もうそうなってるのかなどうなんだろうちょっとわかりませんけどあの興味ある方はねあの調べてみてくださいはいということで、えー、ここにある通貨ですけど、うん、これがまあロック解除があるのでまあ価格下ががるよっていうことはイコールまあ買い どのチャンスじゃないいって私的には思いますね、うん、買うチャンスじゃんってことですそれは結果的にははいあの半減期の終わりまでの期間で見ても、うん、っていうことになりますねはいということでまあどのぐらい下げるかは分かりませんけどね6億5000万トークンが、えー、暗号使用でロック解除によって、うん、下落を作るのでそれはあの買い場になるんじゃないのかって私の見方です、はい、以上です はい続いてこちら行きましょう、えー、ビットコイン、えー、取引所の流出が売り圧力を弱める、えー、何これ、4万ドルかな、わかんないけど、うんはい、中央集計型取引所のビットコイン残高は縮小し続けており、これが4万ドルを目指すビットコインラリーの背景になるとの期待が高まっていると、コインデスクが1日に報道報告しました。 この1月っていうのはちょっとおかしいね翻訳は、うん。グラスドードのデータによると11月17日以降3万 7000BTC 以上が取引所から引き出されています。これは14億ドル相当に。えー 14億ドル相当ですさらに過去1週間で10億ドル以上のビットコインが取引所から流出しました中央集権的な取引所からのビットコインの流出はバイナンスの大失敗に部分的に関連している可能性がありますが全体としては投資家が長期的に保有する傾向を示しているようですで投資家の長期的戦略は、えー、歴市場の売り圧力を弱めることを意味していますこれ一つ覚えておきましょう皆さんね 取引所の流出というのは、うん、あのビットコインラリーを作る可能性があるということで、はい、歴史的に取引所からのビットコインの流出の増加は価格の局所的な安値と一致しり中期的な価格上昇の見,込み見通しを支えていると。 ビットコインは来年初めにスポット ETF が承認されると期待の中で来年の連邦準備制度理事会 FRB の利下げによって支えられているとなるほど、えー、ビットコインはニューヨーク市場、うんはい、ということで、えー、ビットコイン、えー、中央集権型の取引所からの流出はビットコインを支える、うん、結果を作っているということで、はい、以上です。 ははい、それでは皆さん、えー、コメント紹介やっていきますけど一番,一番、ね、最新の動画にコメントをくれた方はね、私の意見とともに次の動画で、ね、紹介するということで今日までやってきてますけど、えー、頑張って続けています。 面ということでね <laughs> はいありがとうございます批判的なコメントなんてあったっけうんちょっとわかんないけどさはい一郎九二さん、えー、BTC の ETF が1月初旬に承認される可能性が高いという記事が出ると、えー、12月下旬から上がり始めそうですね、えー、生き残るために一旦何割か履革することも考えた方が良さそうな感じがしますえー、おだ えー、お気をつけてください今回もありがとうございましたということで、はい、いつもありがとうございますそうですねえー、4万、ね、7000ドルまでは一応ね俺上がるって思ってるからだからその後に作る、うん、下げにちょっと俺注目してるのかな今はうんはいということでそうですねあの1月からだからあじゃなくて12月下旬から上がり始めそうですねそうだね、うん、そういうパターンもあるね今の価格から まあ、あの12月下旬まで横に動いてってさで、まあ、1月に承認が許可されて上がるっていうパターンと承認がされなんで下がるっていうパターンがあるからね。はいということで、えー、ありがとうございます。はいえー N、さん いつも拝見させていただいております。質問です。バブルが終わると大体の通貨の価格は今くらいまで戻るんですかということで、あそうだね、あの今まで見てきたあの私のビットコインバブル、経験してきたのは、うん、その高値、史上最高値をつけた後に、うん、そこからやっぱあの上がった分の、 まあな80%とか、うん、そういうそのぐらいの勢いで下げてるっていうような感じでねあの見てきてますねなので、まあ、今回も上がって最高値を作った後に、うに、ん、戻るって考えるのがまあこれ自然なのかなって思いますただわからないよねうんあのどうなるかねまあそこら辺の話もさ あのしててていいこううと思うので、まあ、聞いてってください、えー、今回のビットコインバブルはもしかしたらねあの価格の下げっていうのがあのもしかしたらあの今までの暗号通貨の下落みたいな下落を作らないかもしれないって話したことあるんだけどその理由は何だって何て言ったっけ俺何か話したことあるんだよけど、うん、あの一応基本的には作るとは思ってる、うん、今のところはね ただ、あのその経過によってあの、その見方もちょっと変わるかもしれないです。ね、はい。ということで、えー、よかったら続き聞いてってください。ありがとうございます。はい。えー、ミさん、はい、楽しいです。ありがとうございます。体、体調を気をつけてっていうことで、はい、優しいですね、皆さん。はい。K、さん2になったじゃん。<笑><笑>はい。ということで、はい。いつも皆さん、コメントありがとうございます。はい。えー、以上で、今回の動画、えー、ここで終わりになりますけど、 1、えー、一つ目はねあの取引所の流出は価格の下落を、あのー、安定させるっていうか、うん、そういう傾向があるっていうことですね今回、うん、だからいつもそうなるかは分かんないってことですけどで毎回それ確認していけばいいんじゃないでしょうかって思います、はい、それと、まあ、ディファイ銘柄だよね今回話したの,あのロック解除されるっていうことで えー、まあ下げるとは思うんだけどね、6回ですれば。ただそれ、あの、もし狙ってる人がいるんだったら、そこ、あの、チャンスゾーンになるよってことですね。結果的には。ってなるんじゃないかなってことで、えー、今回の動画が面白かったら、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。いつも皆さんありがとう。はい、じゃあ、失礼します。